皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は12月23日月曜日、新たな1週間が始まりました。今週も音楽と機材もその胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日ツイッターでご紹介させていただきました新規初投稿は、埼玉県の19歳ジンさんからのね、ギター用のスイッチャーボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。ボーイがね、好きで組んでますということでね、プロフィール写真ね、見ていただく通りですね、ホテイさんモデルのギター、そしてね、マイギターも公開いただいておりますし、プロフィールにもね、もうホテイさん愛というかね、ボーイ愛がですね、非常にこう溢れる、コメントなどねいただいております。誠にありがとうございます。でね、ボードの方ね拝見していくとですね、もうすでにねディスコン製品などもね、たくさん乗っかっていてですね、計算したんですけども、じゃじゃん、74,491円ということでね、現状で買えるものだけしかちょっと計算できなかったので、実際はね、もう今ね中古で買うと高いものもあったりしますのでね、もっと上がると思いますけどもね、で今回ね注目したいのがですね、ラット2ですね、プロコのラット2はですね、これまでエフェボーのユーザー様方がですね、ジンさんと同じようにですね、ボーイサウンド、あるいはねホテイさんサウンドをね追求するという形でね、たくさん投稿いただいておりますけどもね、その中でもね、共通しているのがこのプロコのラット2ということでですね、皆様方共通してねこんな風に乗っかっているということでですね、この冬、休みはですね、ぜひともね、単なる激しい歪みのラット2ではなくてですね、ホテイさんサウンド、あるいはボーイサウンドを構成する、一つのマストアイテムとしてですね、楽器店でですね、目をつぶりながらですね、ホテイさんサウンド、ボーイサウンドということでですね、試奏していただけたら面白いんじゃないかなというふうに思います。改めてね注目していただきたい一台がラット2でございます。ということでね、ジンさん次回はですね、このご自慢のですね、ホテイさんモデルのギターとですね、それからこのボードのサウンドですね、YouTube のリンクなどありましたらですね、ぜひともリンクいただいて、またボードも変化したらですね、ぜひともねまた投稿いただきたいと思います。ボーイ、ホテイさんサウンドをね追求する、ボード事例もねたくさん乗っかっておりますのでね、皆様方ももし、ご自慢のねボードありましたらね、ぜひとも投稿いただきたいと思います。それではね、今週も音楽と機材もその胸に元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。